安心して、あなたは永久ヴァルキリーなんだから、これぐらい楽勝なはず。でもコラリ、できるかどうかより私たちはするべきかどうかを考えなきゃいけないんじゃない？コラリ、ヘリア、二人は夢追い人？商売のチャンスだヘリア。ちょっと何本気にしてるの？わかりやすいと思うけど、無料の投げナイフチャレンジだ。彼女があの板の前に立つから、好きなやり方で投げていい。唯一の条件は目隠ししなければならないこと。この子のデタラメな話は無視していいから、あんたが無事で何よりだよ夢。そっちも影の怪物に遭遇したの？うん、最初は確かに怪物たちに遭遇したけど、幸いある人に出会ったおかげでセナも見つけられたから、特に何もなかったよ。私たちを琥珀街に連れてきてくれたのも彼女なんだ。その人って？うちのことは少弱でいい、遠慮はいらないよ。二人から尋常じゃない気概を感じる。きっとすごいところで働いてるんだろう？うん、ヘリアは永久ヴァルキリーとしての経験が豊富だから。コラリまあいい。ところでセナディアは？彼女を見つけたんじゃないの？そうなんだけど。おかえりやったんが。まず飲み込んでから話そうか。やっぱり二人だったんだね。さっきチビが商売してるって聞いてこっちに来たんだけど、やっぱり間違ってなかったんだ。よろしい、絶好だ。コラリーのジョークってやっぱり面白いね。セナ、その腕にあるのはどこから持ってきたの？みんなからもらったの。多分私がモテるから。そうそう、二人は何をしてたの？面白そうだね。わかりやすいと思うけど、無料の投げ。はいはい、そういうくだりはもういいから。とにかく合流できてよかったよ。みんなも元気そうで何より。行き止まりかと思いきや、まさかの大団円。でも興ざめの話をしたいなら今しかないかな。後で行ったらまた怒られそうだし。別に大した用事じゃないけど、ちょっと失礼するよ。前に言った通り、うちも回収のために少し準備しないと。これ以上時間を無駄にしたら支障が出るからね。ちゃんともてなせないけど、どうか悪く思わないで。そう言わないで。ここまで案内してくれたんだし、感謝してもしきれないよ。それでもちゃんともてなせないのは事実だから。わかった。あんたたちは昔話でもしてて。うちは用事を済ませたらすぐに戻るよ。あんたたちはもうそんなに仲良くなったの？相手は親切な人だからね。こっちも熱意を持って接するのが筋だよ。それで二人はどうしてここで商売をしてるの？厳密に言うと、これも科学考察の一部だ。ここに飛ばされた後、私とコラリーはすぐに合流したんだ。私たちの通信機がこっちでも使えたのは予想外の収穫だよ。それでここが世界の泡だということを確認した後、私たちは周りで生命体の信号を調べて二人を見つけ出そうとしてたんだ。そしてたまたまここにたどり着いた。住人たちは親切だし、それに世界の泡の外から来た人間にも驚いてないみたい。だからここである程度の考察をしようとコラリーが言い出したってわけ。うん、考察の仕事にとっては意外も計画の一部なんだから。私たちを巻き込んだあの黒い物質を覚えてる？ここではお金に近い存在なんだ。聞いた話によると、
回収と呼ばれる儀式で、人々の恐怖は謎に包まれた存在に回収され、儀式が終わった後、彼らは何でも手に入れる。そうみたいだね。だから彼らの日常に紛れ込んで恐怖を集めてみようとコラリーが提案したんだ。二人が見たこの露店のことだよ。成果はどう？順調。ヘリアにとって投げナイフは何の脅威にもならないし、かわすのも簡単だけど、住人たちは地球のバルキリーがこんなにすごいってことを知らない。だから彼らがナイフを投げるとき、いつも手が震えるほど怯えてて、本気で投げる人はいなかったんだ。二人には商売の才能があるんだね。でも大して役に立てないと思うよ。私たち自身の恐怖じゃないから、回収が始まらないと本当の結果を見ることはできないし。それで二人は回収をする人について何か知ってるの？聞いたことはあるけど、参考になりそうな答えは特に。うん、この話題を出すたびに相手はいつも言葉で表現できないような表情を見せるんだ。ただ嫌いってだけならあまりにも軽いし、憎悪と言っても少し度が過ぎてるような感じ。じゃあ彼らはどう表現してるの？魔山のように太くて泥だらけ、コリのようにずるくてあざとい。え？どうかしたの？じゃあ彼女はダイエットに成功したんだね。会ったことがあるの？もちろんだよ。コラリーだって会ったことがあるのに。朝雲山に帰らず、霧雨洗濯をなす、琥珀冬を防ぐに足るも、なんぞ無意の格を思わん。魔の山も狐も揃ってるでしょ。さあ行こう、彼女のところに。